ねえねえ、今度ミヤコンお父さんに聞いてみようよ。げえ、絶対やばい、うちん父親なんて。お姉さんが怖いんですか？そんなはずなかと。僕がお姉ちゃんを怖いげな。でも僕はいつも何かに怖がってて。エクスポージャーですか？恐怖感を中ごつできるんですか？効果があるという人もいますし、この EMDR やはいずれ小森くんにも試したいと思っている TFT ですが、こうした療法するカウンセラーには批判的な意見もあります。そもそも小森くんの場合、恐怖する対象が単純ではないですから、エクスポージャー療法そのものが不可能じゃないでしょうか。来週できましたら小森くんの家に行ってご両親にお会いしたいと思っています。はい、言っときます。考えてくれた？どうどう、そっか、決心してくれた。よし、じゃあ次の日曜亀岩神社に一時集合な。公女、恐怖症なだけなんだって。俺は。